おはようございます。塚原農園です。今日はプラチナコーン貝、ホワイト種のトウモロコシの圃場に来ております。今日はいくらか風が強いです。なんか台風が近づいてるらしくて、九州あたり今すごい大雨が降ってるみたいですね。大丈夫ですかね。畝が浸かってしまったという方も視聴者様の中でいらっしゃいましたので心配しております。こちらは2番手ですね。あと口に巻いた、プラチナコーン貝を定食しておきました。大きくなりましたね。これはトンネルを、せずに栽培をしてきたものです。苗を育苗して、ハウスの中で種をまいて育苗して、でここへ定食をしました。生分解性マルチを使っております。で今年はカエルウチとスーパードローンミカド加工さんのものを両方とも使っております。来年からはミカド加工さんのスーパードローンに、なる予定です。はい、そしてここからがですね、トンネル栽培をしていた、プラチナコーン貝です。これ同じ品種です。こちらですね。こちらも同じです。ただ違うところはマルチを張って定食をして、とても寒い時期だったので霜など降りてました。ということでトンネルをかけて、 さらにトンネルの中にはパスライトというものを、不織布です、あれをベタ掛けでやっておきました。トンネルの上にかけておいたものは、三角加工さんの有楽換気という穴が開いた農業用ですね、PO になります。でそれを外した後ですね、こちら見てください。はい、草がすごいです。やっぱりですね、昨年の集中豪雨がですね影響してますね。いや、こんなに草生えたのですね、今まで農業始めてて初めてです。いや、参りましたね。でも今中耕しているので、まあ問題はないんですけれども、ただ中耕も結構疲れますね。追肥をしたのがちょうどトンネルを外して数日後に、追肥をしました。まだこのように穂が出ないうちに追肥をしたんですね。で私の方では有機質の配合肥料ですねを与えております。で窒素分はちょっと多めですね、まあ、14% とちょっと高めのものを施肥してあります。元肥は今年はこれも試験栽培ということで全面施肥入れず、この畝の真下にだけ局所施肥をしておきました。ですから肥料の量がいつもよりも半分以下で対応ができたということですね。でもこれだけ順調に育てています。どうですかね。はい、これも穂がようやくこう立ち上がってくるかなというところですね。今背丈が、こちらも、150センチから60センチちょうど私の胸よりちょっと高いぐらいまで来ております。で今日やっているのがこの雑草ですね、除草をしております。いや本当にこのすごいですね、吐きだめ菊とかですね、白座にタデ、いやてんこ盛りですね。でこの雑草を防除しないと害虫がやっぱり寄ってきます。アブラムシもそうなんですけれども、今後アワノメイガなどもですね、あとタバコガなどもやっぱり寄ってきちゃうんですね。はい、そして今回使っているのはこちら、前回のネギ動画でもご紹介登場した、管理機ですね、ヤンマーさんの管理機です。 RK650 ですね。はい、このような雑草なんですけれども、で何度も歩いていましたが、一回耕すだけで、こう一回歩いただけですね、こんな感じです。ふわふわですね、サラサラになってます。でこちらが仕上がったところですね。はい、どうでしょうか。雑草がきちんとすき込めてますね。はい、こちらもすき込めてます。いい感じですね。はい、綺麗ですね。そして、ただこの畝の間、こちらの畝の芯とこちらの畝の芯の、まあ、この畝間ですね、だいたい160センチぐらい開けております。でここは
管理機を使って中古ができるんですが、一つ弱点があるんですね。一番問題視されているのは株元からの雑草です。それがこちらです。ご覧ください。はい、こちらですね。ここは綺麗に中耕できてますが、この株元というものは管理機では耕せることができないんですね。ですからこういったものはすべて手作業で除草していきます。こう抜き取るんですね。はい、仏の座もまだありますね。すごいですね。このようにして雑草を取り除いていく。で、種を残さないということですね。はい、ここだけがポイントですね。はい、綺麗になりました。そしてこれが成長していくと、だんだんとこのように実をつけてきます。今ヒゲが出始めましたね。ヒゲが出始めるとちょうどこの上、これですね。はい、お花が咲いてます。これが花粉を持つんですね。花を咲かせると花粉が風に揺さぶられて落ちます。そしてこのヒゲに付着すると粒が大きく成長してくるということです。それを皆さんがスイートコーンとして食べるわけですね。で、このヒゲ1本に粒1つついてます。ですからうまくこのヒゲに花粉がつかないと葉グラの、粒が揃わない。ちっちゃかったり大きくなったり、実自体は鞘自体は全体的に大きくなっても、ところどころ実がちっちゃくなったりしているものというものはうまく受粉されなかったということですね。で、家庭菜園の方でよく相談に来られる方がいらっしゃるんですけれども、粒が不揃いです、どうしたら粒が、揃うんですかということなんですけど、その方の圃場畑を見てみたら畝が一列だけだったんですね。この栽培をしていく時にご紹介もしたんですけれども、トウモロコシの畝を作る時はまっすぐ長く一つで作るよりも正方形に近い形で畝を何本か増やして作った方が花粉が受粉しやすいとご説明しました。今日も風が吹いているんですが、どちらか一方に風がずっと吹いていた場合、その建物が建っている周りの環境によって風が吹く方向というものは決まってしまうところがあるんですね。東から西にばかり吹いていると南側の方に向けて花粉が落ちません。北にも落ちませんので、うまく受粉されないことがあるんですね。ですが正方形にして畝を増やすことによって、どこからも東西南北どこからも風が吹いても花粉がきれいに落ちて粒に、ヒゲにうまく付着して受粉がされる、つまり大きくなれるということですね。そのようにして対策をしてみてくださいと言って、今年から四角く正方形に変えましたね。もう少し大きくなってからご紹介をしようと思うんですけど、これはプラチナコーン界の特徴なんですが、これはホワイト種、白いトウモロコシになります。これの特徴としてはこの穂が、穂ではなくてこの実ですね、鞘が、収穫して、食べるところですね。トウモロコシとなるところ、これがあまり出ないです。イエロー種、皆さんは栽培しているのは黄色いトウモロコシだと思うんですが、これがだいたい3つぐらいつきますよね。こうちょんちょんちょんとつくと思うんですけれども、それがあまり出ないですね。で、鞘がとても硬いです。これが特徴ですね。最低でも2個ぐらいはつくこともあるんですけれども、これは1個ぐらいが多いです。ちょっとこれは白いタイプでのあれなんですが、これがもしイエロー種で2本ついた場合ですね、一番この最初に膨らんだところを残してください。これを大きくしていきます。で、それより、ちっちゃなものが下の方についた場合は、それをヤングコーンとしても食べることができます。ベビーコーンとかよく缶詰とかでもありますよね。で、直売所などでも、節になるとだいたい6月過ぎてくると直売所などでも皮を剥かれたヤングコーン、
などがよくこう袋詰めされて売られていますよね。あれはこれの3つついたうちの1つを残して2つ、3つ目をもいで皮をむいてで出荷しているものになります。ただこれを収穫するにはこの上にですねデナポンというものをパラパラと振りまいたりしてしまうとヤングコーンとして収穫して食べることはできませんので、まだ薬剤が泡の銘芽に対しての薬剤なんですがそれが浸透してますので注意してください。それを使った方はヤングコーンは食べないようにしてください。このままもし2つ3つ実がさやがついていた場合残さないと大きくならないんじゃないかと心配されて一つだけ残して昔はよく書いていたんですがつけっぱなしにしておいても問題はありません。一つは必ず通常通りの大きさで収穫することができます。でそしてうまくいけば二つ目もちょっとサイズが小さいんですが大きく成長することができますので書いてしまってはもったいないです。ヤングコーンで食べる分だけちょっと食べて取ってみて残りは大きくさせて1株2本3本取りでもいいです。 3本はちょっとやったことないんですが2本ぐらいでしたら直売所で出す分には十分出荷できます。ただヒゲの出るタイミングとこの穂の花粉が落ちるタイミングがバッチリ合っていないと2段目というものはうまく受粉されてないのではぐらになってしまう可能性がありますので販売目的で日本取りをされる方は注意した方がいいですね。クレームの対象につながりますので日本取りをされる方は2本目は皮をよく剥いて中を確認した方がいいです。いや順調ですね。良かったです。極小施肥十分ですね。いやこれで年々やっぱりですねこの観光で栽培でも、少しずつ栽培方法を変えていく。でいろんな全国各地でこういった試験的にやられているプロの農家さんがたくさんいらっしゃいます。私の地域でもいろんな作物を栽培して、いて、まあ、野菜をですねどんな野菜でも栽培ができる環境の土地なんですけれどもやっぱり全国的に見るとトウモロコシといえば北海道ですよね。ああいったところでもうとても大産地でやっている地域、の方の取り組みをよく勉強会とか参加していろいろと聞いてます。で前面でやっぱり大規模でやられている方でどうしても機械巻きをするので全面散布をされる方も中にはいらっしゃいますしでまた機械の、局所施肥ができるようにメーカーさんに依頼して機械は使っているけどもちゃんとこのマルチの下にだけ肥料を与えるようにできるようにそういった機械を作っていただくとかですねそういった風にやったりしている方もいらっしゃるそうですね。 いいですね。このトウモロコシのここへ座ってですね今ちょっと建物が映っているんですけれどもこう作業をしてこう10時の休憩とかにここに座っているとですねこう自然に囲まれた感じで私はこの今の時期が涼しいまあちょっと日中暑いんですけれどもまだ真夏になるちょっと前ぐらいがまだ蚊がたくさん出ない時期ですね。その頃こうやって座っているととても気持ちがいいです。あとここもう一つ注意点なんですけれどもトウモロコシはですねこの花粉症の方注意した方がいいですね。まあいろいろと杉花粉ヒノキの花粉とかそれぞれあると思うんですけど花粉症をお持ちの方はだいたいいろんな植物の花粉に反応、花瓶に反応します。で特にハウスダストはもう間違いなくこのトウモロコシ花粉に反応して、くしゃみが止まりません。気をつけてください。私は花粉症持ちでハウスダストアレルギーです。ですがトウモロコシを作っているんですけど毎年これ花粉が飛ぶ頃がですね、になってしまうと逆に今度は憂鬱になってしまいます。全身ですねジンマシンができます。吸い込んで体に溜まるとある程度あるとこう体で出てくるんですね。まあそれでもトウモロコシは好きな方がたくさんいらっしゃいますし、トウモロコシ狩りも毎年やってます。で今年はですねまあ一応風邪などのいろいろと影響があってですね、自粛などで、外出禁止などがありましたが、
ようやく解除されたということで、まだ、気は抜けませんが、これが収穫する時期は6月の下旬からです。私の動画を視聴していただいている皆様とですね、また私の地域、古河市の、私のつながりのある友人の方を招いて、このトウモロコシ狩りをやりたいと思っております。予定ではですね、まだ日にちとか決まっておりませんが、動画の方でまずトウモロコシができるようであれば、そこまでもう確実に取れるなと分かったら、前もって動画でご紹介しますので、その際は、ぜひご参加の方よろしくお願いします。その時はですね、こちらのプラチナコーンとめぐみゴールド、めぐみスターかどちらかちょっと分かりませんが、白と黄色両方ともトウモロコシ狩りをしていただきます。で、トラクターもですね、小型のトラクターなんですけれども、普通の、自動車の免許をお持ちの方でしたら、この畑にだけ体験で乗らせて、乗っていただいてですね、どんなものか、農家として使っている機械なども触れてみるというふうにですね、いろいろと用意してやりたいと思います。で、またこの畑の中でいつもやっているのが、トウモロコシ狩りをとして取っていただいてお持ち帰りをしていただくんですが、取っていただいたものをすぐに、もう30分以内に私が焼きます。焼きトウモロコシです。そこへ醤油を塗ってこの畑で食べていただきます。トウモロコシ、ホワイト種、こちらの方は生で食べられますので、生で食べていただいて、そして焼いて食べていただく。いやー、楽しみですね。皆さん来るのを楽しみにしていますので、なんとかこれが収穫できるように、頑張ってですね、こちらの草対策ですね、またこれから、ちょっと雨が降るということなので、急いでですね、片していきたいと思います。はい、じゃあ今日の動画がいいと思われる方は、高評価ボタンを、またチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。